これどうだ？あ、入った入った。はい、ということで、お久しぶりでございます。お昼の放送でございます。はい、12秒巻きさんいらっしゃいませ。ゲーム画面、ゲーム画面。あ、入ったね。多分。映ってないが。映ってないが。少々お待ちくださいませ。いや、これでいけるはずなんだよな。あ、映った映った。OK。で、デスクトップ音声を入れて。あ、皆さんいらっしゃいませ。今後とは言ったことない。こんぐらいかな？いつもね、このゲーム。音量のバランスが、ね、よくわかんなくなるんだけど。はい。まあ、マシナリウム久々ですけれども、やっていきたいと思います。あれああ、よかった。ゲームが効かなかった。ゲーム再開。なんかちょっと思い出してきたな。あ、思い出が再生されている。なんか天体観測所みたいなところにね、なんかよね。で、ここはなんとかしたんだよな、確か。この物体。なんとかしたというか、やり方は分かったんだけど、これをね、起動させると、右側の部分、はしごが、ね、起動するんですけど、どうやっても、そこに、間に合わないというか、そこにたどり着くまでにはしごが引っ込んじゃうみたいなことがあったので、どうしようねっていう。あー、これね、このこの地味に難しいというか、普通にクリアできていないパズル。何が正解か分かんない。これでこうずらせる。ずらす意味あるか。
こういうなんかチークパズル的なやつ普通に苦手です。普通に苦手です。途中で分離して動かせたりしないの？逆向きなのかな。逆向きというのはどういう意味かというと、お？お？いやー違う気しかしないな。こう入れちゃうと済むので、これはダメなんだよな。だからなんかどうにかしてこのこいつ避けらんないかな。あーなんかそれっぽい動き。本当か。あーでもこう入れてもな、積んじゃうもん。こうぐるっと回転させて、いやーダメっぽいな。なんか他に行くとこあったような気がするから、一旦別のことしよう。下行くの、あ、行けた行けた。あ、そう、前回なんかいろいろめちゃくちゃやってこの上に通れるようになったのよね。アイテムが、あ、そう掃除機のくだりはもういいのよ。それはもうやったのよ。やったよね。あ、そう、トイレをぶち壊して下の爆弾を止めるとかよくわかんない行為をしました。鼻の調子が悪いの。時々鼻を噛みます。すいませんけど。このくだり知らないぞ。思い出が。どこ？オイル。はい。どこだよ。何を見せられているんだ。あー、そう、結局、あ、ここになんか鍵穴あるな。あ、鍵とか針金とかが、え、土、あ、そう、掃除するロボがいる。はい。あのね、風邪じゃなくてあれなんですよ、あの花粉症がね、今年は特にひどくて、あ、なんか
全然やりたくない感じで光ついちゃった。俺のメモは残ってて、よいしょ。で、そもそも、今は2の階にいるの。210-1なんだ。はい。どこから来たんだっけ、これ。私はどこから来たんでしたっけ。忘れましたけれども、こうか、これで1階に参りますなわけよね。はい。あー、ここか。ここはいいのよ、ここはいいのよ。エントリーしたとこだから。次0階だな。0階に行きましょう。0階には行けそうな気がする。あ、ダメだ、一筆書きじゃないとダメだから、こうぐるっと書いて、こうか。0回。あー、ここに出るんだ。なるほどね。え？いや、入りたいんだが？ちょっとめんどくさいなー。めんどくさいなぁ。んじゃないのよ。んじゃないのよ。入りなさいよ、あなた。一通なのか、めんどくさ。さいですか。適当に来ちゃったけど、こっちでよかったんだっけ。いや、ちゃうな。どっから行くんだっけな。全然覚えてないんだ。しゃあないのでちょっとうろうろするか。どんちきどんちき。これ外に出ちゃうやつか。てか出れないんだよな。そうそう。どこに行けるわけでもないのか。どうやって帰ればいいんだ。ちょっと分かんなくなっちゃったよ。
ここに入るだけでいいんだが、入らせてくれないんですか。勘弁してくれ。お、それどこだっけ。いや、あれか。うん、井戸の中とかだっけ。全然ルートを覚えていない。はい、あー、ここっぽい気がする。わかんないけど。あー、はい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 、このくだりまだやるのか。面倒くせえな。量がない。はい、じゃあ油をね、またもろてですね。力ホースを出す女になっているこいつ。よしで合掌して、あれ、訳すか。ん？ああ、そうかそうかそうか。あったあった。あれですね。船のエンジンとかと同じですね。こう鳴らして、え、何回やらすねこれ。はいはい。ちゃんとエンジンをかけてからじゃないと動きませんと。謎のね、リアリティがね、あるわけですね。よし、戻ってきた。で、ここは一通りやったと思うので、出まして。で、ここに来るわけだ。じゃあ、特別な書とかとかのため以外だったらもう、絶対0回では降りねえぞ。で、マイナス1回なんだけれども、これがね、ランプが足りんのだ。ここの。なのでランプをね、見つけなきゃいけないんだけど、お前じゃね、お前にくっついてるそのランプくれ。お前のそのランプくれよ。これじゃないかなと思うんだよな。ただ今インタラクトができなかったから、それが上のなんか監視カメラですね。こいつのランプを奪えないものか。ちょっとわからないので一旦場所変えますが、まあ、2階行くか。乗ったところで、
それか、上のあの、チークパズルを先に解かなきゃいけない可能性ある。普通に。そんな気がするな。少し頑張ってみるか。全然解ける気がしないんだけど。全然解ける気がしないんですけど。はい、このパズルやる気出ねえな。なんかなんかやる気出ねえな。ここでなんか円形になるのがいい感じなんですけど、だから特になんかできるというわけでもなく、この、ね、緑通すためにはこの黒いやつをどけなきゃいけないんだよな。下はそんなことができるのかという話。3だからこう尻尾がはみ出ちゃうのよね。多分黄色を右下に持っていくんでしょう。まずはいや、これじゃダメだ。おお、来た来た来た。よし。で、お、これで、おお、こういうことよね。で、こで、こう、青がいったら意味ないから、いや、でも、一旦青を避けるのか、こうして。で、さっきと同じ動きで、緑を持っていったらいいわけじゃん。あこれはいや、これじゃダメです。割といい線いってると思うんだけどな。黒を引っこ抜けたのはいいんだが、まあ、一旦青に収まってもらうか。あー、ダメだ。これ黒だとこうぐるぐる回せないから緑を上に送れないんだ。
でも青と黒入れ替えたら元の状態に戻っちゃうじゃんね。炭では炭なので。でも、こうじゃなくて、こうすると、まあどちらにしろ下がっちゃうんだよね。だから黒がこっち側にあるといけないんだよな。黄色くんに出ていってもらう。一旦黄色くんに一旦ここに出ていってもらって、黒ダメダメだな、黒が果てしなく邪魔だ。あかんいやいやいや、ああ、お？お？お？これはもしや、なんか惜しい感じあるぞ。あー、そうか、この配置で黄色が右側にあればクリアなんだから、はい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 、こう、きた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 、解けるもんだな。はい、だがもう一個ある、だがもう一個あるのだ。なんか久々にパズル自力で解いたな。もうずっとダメダメだったんですけど、これな、上きついんだよな。何せ黒がめちゃめちゃ長いからさ。全然これどっから手つけていいか全然わかんないもんね。これもうニッチもサッチもいかなくなっちゃうやつ。で、まあね、ヒントがあるのでね、ヒントを見る権利をやろうっていうのがあるのでまあ済むってことはあんまりないんだけど、これよくわかんないな。これかなりよくわからない。逆向きだったりする。いや、これ元に戻っただけだな。じゃないのか。
こうして、いや、この流れさっきもやった気がするな。あ、じゃあここで緑が方向転換できる。いいな。できません、そんなこと。あ、でもこれでなんか緑黄色でくるくる回せるようになったかなと思ったけど、マスが一個足りてないな。これはな、解いてる人にしか何言ってるか分かんない感じだと思いますけど。んー、なんか一マス足りない感じある。分からんな。ダメだ、分からん。ヒントを見よう。これ閉じてもセーブされてるよね、下の部分。あ、よかったよかった。さすがに。なんか脳と直結しようとしてる。この三角形の部分、この三角形の部分はなんか接続できるんだ。思い出がいっぱい再生されちゃうけど。その道具がね、そのケーブルがないわけ。じゃあ、こう。はい、ギザギザさん、いらっしゃいませ。久々にやっております。めちゃめちゃ雲が倒れてさ。長っ。そう、鍵が飛んでね、これどうしても手詰まりになった時に見れるヒントブックなんですけど、それを開くために毎回このミニゲームをクリアしなきゃいけないっていう、そういうこうだるさでもってこうヒントを見ることを抑止するっていう、そういうシステムになっております。で、難しいね、難しいこと言ってるね。なんか見たことのねあれだ、迷路を溶かされる予感がしてる、右のページに。写真を撮っておきます。これ左側のページも写真を撮っておこうね。はい、文明の力。
やっぱりあのあれだ、ランチ直結ケーブル的なやつはあのパズル解いてあげるんだ。あー、 LED ライトこいつが出すんだ。なるほどね。で、女の子も連れてこれると。あ、これなんかぼちぼち脱出しそうな気配じゃないですか。ゲームクリア近いかもしかして。で、時計に勝った上のパズルですけど、まず初めの状態、初めの状態こうでございます。これをヒーロー上にやって、なんだ、そもそも初めの形が違うな、これ。こうか。これスタートで、ヒーロー上にある、黄色の下側の角度を変えて、青を押して、黒をこうして黄色を入れる、伸ばして、こうで、こうからの、こうで、黄色こっちに入れて、緑にこうして、ああすごいな、黒がだんだん出てくるんだ、こうやって。で、緑ここに置けて、黄色を脱出させて、あ、すげえすげえ溶けた。全然何が起こってるか理解してないけど溶けたわ。まあ気合い入れて黒を引きずり出すっていうことですね。はい、じゃあ、ケーブルをつなげます。直結なんか始まった。ちょ、わかんない。あー、そういうこと。あ、別にこれイライラ棒的なあれじゃないんだ。それ何。エネミーがおる、エネミーが。よかった、これ壁に当たったら死ぬとかだったら発狂してたわ。はい、鍵あります。来たわ、ね、鍵取った。世界観があったな。理解して、ロボットが脳と脳を直結させて何をやっとんじゃという話なんですけど、地味にこれ画面がちゃんとしてるな。エネミーの方向とか、え、からどうすん。あー、反撃、これ全員殺せばいいのか。これバグってこと。あれですね、画面外にこう赤いところが出てるじゃないですか。これでこうちゃんとね、敵の位置が分かるっていうのが結構それっぽい感じですよね。相手回復、そう、わあわあわあ、あ、体力が地味に減っている。3になっている。
27とか書いてあるけど、まだ相当いるってこと？倒さなきゃいけないやつが。広いなあ。よし、うまいぞ。あー、なんかそこの通路、あー、いけるね、こっちから。あー、やれてない、やれてないです。よし、23、多い、多すぎる。ピだいぶ減ったぞ。下にもまだいろいろいるな。あと8体。こっから迷路要素が牙を向いてきそうな感じだな。右側に全部固まってるかな。1体見えたな。つながってない、つながってないぞ。上から回り込む感じかな。あー、ループ構造。おー、痛い。あと2体。あー、いる。シュワッ、オッケー、バグ取り完了です。こんにちは。パンパンパン。はい、はいはいはい、マイナス1回のあれね。はい、センキューパッパ。いや、わかんないけど、君がどういうポジションなのかよくわかってないですけど、まあ、なんかかつて親交があったみたいですからね。あの女の子ロボットと、この主人公ロボットと、あの頭が超でけえやつは。
で、こちらのですね、欠けてる LED をぶっ刺して、7方正ってどうやって書けばいいんだ7方正ってどうやって書けばいいんだ、適当にやりますけど、あ、これっぽい、これっぽい、あー、いいね。あー、ここにつながるんだ。あ、そうだよね、確かにね、こう女の子に仕事をいろいろ押し付けた後、出た扉の先がそのままポーカー部屋だったんだ。おもろいな、この絵すごいことになっておりますが、鍵がある、何これ、え暴力、あー、わかった、これでここを叩き割る非常用のやつだ。鍵をですね、こちらに使いまして、これどうなんの、ボッシュートになるの、え、な、なになに、この鍵じゃないの、あ、違うんだ、鍵は見覚えがあって、こちらでしょう、こちらでしょう、はいぽいー、なんか凍るやつ、凍らせることができる、できるとて、凍らせると、何ができるっていうか、何を凍らせればいいんだなんだね、これは氷のマークがありますが、なんだろう、なんか凍らせるものってあったかな、行けばいい、0回行くの無駄なんで、ちょっと一旦掃除機のところに戻りますけれど、掃除機のとこじゃなかったわ、氷ってなんだべ、水が出てるところに特にインタラクトできない、
こね。これは多分このギミックは女の子ロボットがいないと無理。外のところってまだなんかあるかな。あ、行けるんだ。行けはしないが、はい。ちょっと町に戻ってみるか。何かやることを思いつくかもしれん。じゃあゼロって戻ってみる。ちゃう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 。なんかあるかな。スプレーでなんか悪いことできないかなと思ったんだけど、特にないらしい。あー、そっちのあれか、女の子ロボットに渡すっていうのもあるか。それで何ができるかと言われるとよくわかんないんだけど、内側はもう何もないと見た。ていうか多分戻れないので、じゃあまたあのエレベーターの下りを、エレベーターというか外の昇降機の下りをもっぺんやってってことかな。ちゃう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 、はい、どんつくどんつく。これはもうやったのよこれはもうこの昔にやったのよ。違うのか、違うのかい。あ、ちょっと思いつかないな。飲みちゃうか。Thank you.
しょ。ガッチャンコ。まあ昇降機のところがあって、何をしようとしてるんだこれは。いや、昇降機の下りはこれもうやったやつなんだよな。遠の昔にやったやつなんだわ、これ。損したなぁ。損したなぁ。そういうんじゃないんだよ。2回目見れますじゃないのよ。これはもうやったんですわ。使えっていうか、これヒントのやつって場所であれすんのかな。これはもうやったんだよ、この下りはよ。5回ぐらいやってんだよな。じゃあはい、このライブでももうすでに1回やりましたけど、もう見た。デジャブでございます。違うんだよね、それが見たいわけじゃなかったのよ。なんか降りられるな。これひまわりのオイル絞ったやつだから。なんだ？何をすればいいんだ？ここに降りら、こっから降りられるよ。降りたくないな。降りたくないな。めんどくさいから。ここでヒント見ればわかるか？スプレーが得られた場所だから。危ね。
このくだりももうやってるな。掃除機ロボからあれなんだ、 LED ライト取り出すくだり前やったんだ、私全然覚えてなかったけど。うん、コールスプレーを取って出てくださいと。どこに出ろって言われてんのこれ。マイナス1回で使うのかな。そんな気もするな。この鍵を、あ、これなの。鍵を凍らせて破壊するってこと。あ、金属疲労あ、そういう話。はい、もうシュートです、さようなら。誰だよこんな処刑装置を部屋に組み込んだのは。よし、救い出しました。この女の子の方はベルタちゃんらしいです。でだ、でこれ苦手なんだよな。君がそこで待っててくれるから私がこれを鳴らすねっていう。押してくれ。よし、これで脱出ということ。おお、なんか最後すんなりいったな。ウィーンごま抜けな感じで飛んでいくな。結構苦戦したな。まさか3回にわたるとは思ってなかったよこれ。なんだあれ、アマニタデザイン、アマニタデザインのねゲーム全部癖がある感じですけど、こういう世界観のあるクリックゲーが好きな方はね、好きだと思うのでぜひやってくださいという宣伝をしておきます。日本語版になった際のこう洋芸特有のねクソダサゴシック体が使われているのがちょっとあれですけど、これ何語だ、フランス語なのかな、このニキたちの名前は。フランス語に造形がないので、これがフランス語であるかどうかよくわからない。
じゃあ、これは、こいつは終わりだ。終了だ。ライブを1時間やっております。でも元気なのでちょっとおまけで違うことしようかな。じゃ前もやりましたけど、ちょっとブロタトをね、ブロタトを最近無限に裏でやってるので、それを飽きるまでやってから終わろうと思います。これはマシナリウムではない。ので、名前を変えて、いや、ブロタトがね、これ楽しいんだ、めちゃめちゃ。テキストゲームは。ブロタト。めちゃめちゃ間の抜けた絵面なんですけど、非常にゲームバランスが優れていて、で、楽しすぎてね、もうあれなんだよね。モッドをね、モッドでキャラクターを増やして、それも全部最高難易度でクリアするみたいな、そういう謎のやり込みをやっております。楽しいです。何やろうかな。せっかくだから、ボットのキャラクターやるか。ボットじゃない。モッドのキャラクターやるか。デオコのキャラしか出ねえな。あ、スタック嫌いなんだよな。あ、エージェントめちゃめちゃ嫌いなんだよな。リーガルやるか。こいつが、王冠地エケープ収穫から、なんだ、材料があんまり落ちないから、収穫ビルドで頑張んなきゃいけない系か。じゃあ武器はこれだな。やってない人にとっては全然私が何をやってるか全然分かんないと思うんですけど、まあ、おまけなんで許してください。適当にやっていきます。どうだ、運とか上げる意味あるかな。攻撃スピードでいいか。で、6個武器を持てるので、はじめはとにかく武器を増やして、6個持つようにすると。で、まあ、普通にこう、敵のエイリアンがすごく襲いかかってくるので、それをまあ、さばきながら、制限時間内耐えるっていうステージが20あって、20から先はおまけみたいな感じですね。で、まあ、これはいわゆるローグライトの分類になるゲームなので、まあ、こう、ランダムでね、ランダムで評価できるアイテムみたいなのがいろいろ出てくるので、それを拾ってビルドしながら頑張っていくっていう風な感じですと。で、この襲われてるこの時期のキャラクターは一体何なのかって話なんですけど、ジャガイモらしいです。なぜジャガイモが宇宙人に襲われて武器を振るって
並行してるのかとか、そういう細かいところは気にしちゃいけない。収穫はだいぶ育ってきたな。痛い。これは今最高難易度ステージで遊んでるっていうのもあって結構難しくて、ああどうしようかな。攻撃能力は全然足りてない感じあるけど、スピードも上げないと後々しんどいんだよな。あ、攻撃上げるか。して武器が6個揃ったので、こっから先はいろいろ武器以外のアイテムも強化できるというか、寄っていっていいみたいな感じで動けると。おうおお。あれなんだよな。アクションが RPG とか。謎解きとかも好きなんですけど、こう結局こう普段のね、こう日々の中でなんていうかな、息抜きでやれるゲームが一体どういうのだって言われたらこういうのになりますよね。よくね、何も考えないでやれるんで。いや、まあ考えることはあるんだけど、一応操作が楽なの。これあれなんですよ、 WASD しか基本的に使わないので、そういう意味で手元が忙しくなくて良い。ちょっとした息抜きの時はもう最近こればっかりやってますね。体力がだいぶ低いな。回避を上げて損はないな、このビルドだったら。アルアフックいけるかな。死にそうだけど、行ってみよう。死んじゃう。やばい。ダメでした。このように結構難しいですね。あ、変化してしまった。バイオパンクやるか。こいつはそうだな、こいついまいちわかんないんだよな。何したら強いか。 XP 獲得パーセントごとにダメージだから、これが強いのかな。体力が増えます的な効果がある武器ないのか。ねえな。これでやってみるか。いや、まあ、なんていうか、このゲームは、まあ、アクションなんですけど、
どっちかっていうとキャラクターのビルドの方が大事で、キャラクターの個性というか特徴を、例えばこういう、こう今表示されている、これがこのキャラクターの個性というか特徴なんですけど、これをよく見ながら、これと相性のいいのは一体何だろうっていうふうなことを考えて組めると強いみたいな、そういう感じです。シナジーを考えようというやつ。イエーで。近接いいか。で、このキャラクターの大きな特徴としては、なんだろう。経験値の取得効率みたいなのがパラメーターとしてあって、それが高ければ高いほど、高いダメージを、高い攻撃力が得られるっていうような感じのキャラクターですと。なので、倒す、敵を倒せば、倒すだけ、この、緑色の XP 獲得パーセントっていうのがありますけど、これが上がるっていう風な武器を今持ってるので、それで今、シナジーが出せんかなという風なところです。そういうのを狙ってやってます。それあれだな、スチームの春セールなるものが今やってんのかな、もう終わったのかな。ちょっと今はね、積みゲーがいっぱいありすぎるんで、私は今回は買うつもりはないんですけど、あ、まだなんだ。なんかやったような気がしたんだけど、このセールはるちゃん別のセールなのかし。アーマーあげた方がいいか、そろそろ。収穫にしよう。あー、スピード上げてよかったな。いいか。なんだこのキャラクター、最大体力の 20% がウェーブ終わりに XP 獲得に%に変換されるから、こいつあれだ、ちょっとほっとくと、ほっとくと HP がどんどん減っていくから、最大 HP が増やさなきゃいけないんだ。なんか HP 低いなと思った。
その分ダメージパーセントはもう結構伸びてるから、ここではあんまり取らなくて良さそうだな。でも HP 出ねえな。収穫出たら取りたくなるよな。ああ、この方が強力なんだけどな。HP が減るけど、取っちゃおう。今だいぶやばい HP になってますけど。これは破滅しそうだな。大体こうなんだ、こういうハイリスクなことをすると、うわ死ぬ。だいたい初めの方にハイリスクなことをすると破滅するんだよな。あーやばい、生まれる。一体生まれちゃったな。この卵をね、早いうちに破壊しないとこの強いのが出てくるんですよ。経験値が通常の 150% もらえてるんで、かなりいい感じで育ってはいるんですけど、それはそれとして体力が拾えないとやばいかもしれない。武器もいい感じで育ってるな。なんか破滅するかもしれない。あ、これ後で取っとこう。今ダメージパーセントよりも HP の方が大事。うお、いや攻撃力はかなり仕上がってるな。いい感じ。体力は2回食らうと死にそうだな。あー、いた。やべ。あ、スプリングセール出てます。そう、500円とか1000円とかね、ワンコインで買えちゃうのよくないよね。いやありがとうございますなんだけど、そこはありがとうなんだけれど、ついポンポン買っちゃうからよくないよね。財布に地味によくない。いや財布へのダメージはそうでもないんだけど、単純にこうやってないゲームがいっぱいこうパソコンの中に溜まっていくのが精神衛生上よくない。ストレスになるわけじゃないんだけど、全然やれてねえなっていう気持ちに定期的になっちゃうよね。やばい、死んだ。むずいな。ラストにするか。あ、ベルゼブブやろう。ベルゼブブくん強いかな。こいつは体力がめちゃめちゃ低いんですけど、少なくとも初めの方は。敵を倒すとそこからハエがいっぱい出るっていう風なキャラクターで、これがね、
めちゃめちゃ強い。すごい貯めてめちゃめちゃ強いって言っちゃった。序盤はお渡し機でなんとかしなきゃいけないんですけど、それが辛いところなんだが、そこを乗り切りさえすればすげえ強い。どうしようかな。今のこの武器が攻撃スピードが反映されるのかどうかいまいちよく分かってないんだよな。まあまあ取るかな。まあまあクリティカル。オリ、ヒューマンフォールフラット、テラリア、セブンデイズトゥーダイ、ユロトラクシミュレーター、モンスター聞いたことのある、いろいろ。あれです、ちょっとセールに出てるかどうかとかわかんないし、私もやる予定はないんですけど、カルト・オブ・ラムが結構たくさんアップデートが来てるみたいな話をどっかで聞いて、どっかで聞いてっていうか、あれですわな。YouTube のゆっくり実況で、ハルトームラブやってるところがある。それでなんか、アップデートがめちゃめちゃいっぱいあるみたいなのって、そうなんだってなりました。あれよね、なんかスーパーマーケット経営するやつめちゃめちゃ流行ってない？なんでっていう言うてなんかこんな特に火を照らったわけでもない普通のシミュレーターなのに、なぜみんなスーパーマーケットを経営してるんだって。けどなんか流行ってるらしいなぁ、不思議だなぁと思ってます。いや安定して強いなこのキャラクター。これまで近接でヒーヒー言ってたのとは全然手触りが違いすぎる。品揃えして段ボール捨てて、レジ打ち。なんかあれなんよね、ああいうゲームの常として、最終的には自動化を目指してやっていこうみたいな感じに
なるみたいなんだけれど、まあ、それはそれとしてこうなんていうかな、こう要素のアンロックをするために自分でこう手作業でレジ打ちをこなしていく必要があるという、それで経験値を稼ぐみたいな要素があるらしく、最終的に結局レジ打ちの鬼にならざるを得ないみたいな、そういうあれみたいです。私自身がメジャーのゲーム全然やらないのであれなんですけど、実はあの見る分にはメジャーのゲーム見るの結構好きで、割となんだろうか、そういうよくあるメジャーゲーム系のゲーム実況は割とよく見ている。うわー死ぬー強いんだけど油断すると死ぬな。体力が低いから危ないよね。おお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 お、そもそもあれだ、肉びソーセージが広がると強いんだがなかなか出てくれない。デビルメイクライ1000未満、あーどうかね、割と買い時なんじゃないですか。なんか確かにずっと安いじゃんみたいな製品あるよ。むしろいつ通常値なんだみたいな、ずっとセールしてるよみたいな作品はある。あれだな、なんか緩い雑談みたいな雰囲気になってたんで、ズレズレと話すんですけど、あの最近ね、あの新しいパソコンを注文いたしましてですね、それが今月の終わりだから来月の頭届くということで、楽しみ半分、セットアップめんどくさいな半分っていう。かなりね、スペックが上がると思われるので、今、使ってるパソコン。今のパソコンがね、5年前ぐらいに買ったやつで、でしかも買った時ちょっと いろいろよく分かってなかったから、割と、なんていうか、だいぶ妥協スペックというか、ギリギリゲーミングと呼べなくもないぐらいな感じで、確か9万円台とかだったかな。かなり安く買ったんだよね。まあ 3D ゲームもできなくはないけど、まあみたいなぐらいの感じのスペックで買って、でその後あの中身をこういろいろね、パーツを組み替えてだましだまし使ってきたんですけど、そろそろかなって。いや通常使用する分には全然今のパソコンでも大丈夫なんですけど、もうちょっといろいろ遊んでみたいなっていうことで、ちゃんとしたやつを最近買いまして、
VR とかをね、やってみたいよね、すごいね。まあ、VR 対応できるであろうっていう風な感じのスペックで、買ってみましたので、そちらで今後ね、いろいろ試せることを、試せていけたらなという風な気持ちでございます。今まさにやってる、このね、この配信、そのきつめのスペックでやっております、実は。スイッチ音もないんだけど、いろいろ設定を工夫すれば。てかまあ、9万で買った当初のスペックからは、だいぶ上がってるはずだから。いろいろ変えたもんな。というか買った当初のパーツってこうなんか機能に関与する部分が多分マザーボードと電源ぐらいしか残ってないじゃないかと思う。あと全部こう変えたりプラスして積んだりしたような気がするので原型がないような気がしますけれど、あれなんですよね、普通に遊ぶ分だと大丈夫だけど、配信するってなるとパソコンがうなり声を上げるっていうゲームがね結構あって、配信をねもし考えてるんだったら皆さんはかなり結構オーバースペック気味にパソコンは買った方が良いことを存じます。あー死んだ言うてたら死んだ。強いんだけどね、このキャラクター。普通に体力が低いので、油断すると死にます。ということで、じゃあ、午後は、こんな感じで終わりましょうかね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次やるゲームは未定なんですけど、また暇な時に何かしらやるかもしれませんので、お時間があればお付き合いいただけると幸いでございます。じゃあ、さようなら、バイバイ。Thank you.